じゃあちょっと目を閉じて僕の腕に捕まっておいてよ。君の笑顔盗むやつから君を盗むのさ。物語の名前は伏せたまま始めよう。連れ去ってと合図をくれたらここから君を奪って夜空を抜けて宝石みたいな街を飛び越えて君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って春風に乗って道を蹴散らして空にばらまいて君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕に不可能なんかない。もう行かなきゃなんてガラスの靴で月にでも帰るの。君がどう否定したって素敵なままだよ。君と出会えた僕と出会えなかった先の僕を比べて論文にしたいとこだけど君の細胞全部の尊さはきっと伝えられやしない。君自身に君を僕が証明するよ。これから君を奪って夜空を抜けて宝石みたいな街を飛び越えて君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って春風に乗って虹を蹴散らして空にばらまいて君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕に不可能なんかない。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画を見ていいと思った方はグッドボタン、そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして下の概要欄にもねリンクを貼っているのでぜひチェックしていただけると幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。